ミンスク自動車工場は、ベラルーシ、ミンスクに本拠を置く、ベラルーシ最大の国営企業。東欧でも、最大となる、トラックメーカーの一社となる。貨物自動車、バス、トロリーバス、特殊車両及び、軍用車両の開発と製造を行っており、独立国家共同体や海外では、ますます、マーズブランドとして著名であり、 世界45カ国に対し販売実績を残している。また、ミンスク自動車工場は、法人格の権利を持つ独立した企業体となり、ベラルーシ政府が主導する生産組合である、ベラートマズホールディングスの親会社となる。2014年12月27日、ベラルーシ政府は、工業大臣であるディミトリ・ステバノビッチ・エカテリッチを、ミンスク自動車工場の局長に任命している。 マスマイナス200第二次世界大戦中の1944年8月9日、ソ連国家防衛委員会の決議により設立される。工場の建設開始と同時にリースによって、調達された部品により、GMC とスチュードベーカー製のトラックとなる、マスマイナス200の製造を開始しており、完成した車両は、随時前線へと送られている。 ヤロスラブリディーゼル自動車工場で開発されたマスマイナ -200 は製造を中止する1946年までの間に18,174台を製造している。1946年の4月にはトレーラーの製造を開始している。対戦後の1947年に車両製造を再開。ヤムズが独自開発した。 ディーゼルエンジンを搭載した新型ロットンダンプトラックとなるマスマイナス500を1948年2月に発表し、1965年に量産が開始されている。1950年の末まで工場が建設中であったため大半の部品はヤムズから出荷されており、主にこの部品を使用した車両の組み立てと木製キャビンの製造のみを行っており、 1951年に主要な工場が落成したことを受け本格的な製造が開始されている。新工場の稼働とともに大型車両の設計と開発を開始し、25トン積みのダンプやトラクター、航空機系引用のトーイングカーなどの車両開発も行われている。この他に工場のみでなく、従業員用の宿舎、店舗、 病院や映画館など社会インフラ整備も行われ、工場周辺地域に短期間で建設されている。また、この建設作業には多くのドイツ人捕虜が徴用されており、ベラルーシの労働者とともに建設作業に従事している。これら多くの建物が当時のまま現存しており、今日においても使用され続けられている。1959年には、 総生産台数10万台を達成。1988年、ドイツ万世である360馬力のディーゼルエンジンを搭載した大型トラクター、マスマイナス5万4326及び、マスマイナス6万4226を開発。トラック、特殊車両、軍用トラックなど様々な車両の製造を開始しており、1989年には、 通算100万台を達成。この頃には、大型車両メーカーとして、世界最大規模となっており、冷戦期も重なり、世界唯一のカテゴリーとなる8、軸式大型特殊車両である輸送機率発射機、マスマイナス543の製造などで西側には、強く印象付けられている。1997年に、ドイツの大手トラックメーカーマントの合弁企業、 JSC マスマグを設立。万の大型トラックである、K90 を流用した民間向け新型、大型トラックの開発を開始し、1998年に発表を行っている。新型キャブの開発には、高価な設備と広さが必要となるため、既存製品の流用を行うことで費用面での支出を抑えた新型車開発計画であった。 4X2 及び 6X4 駆動方式を採用した国際市場を狙ったトラクターの輸出型であったが、欧州のハイガス規制が強化されたことでこの計画は失敗に終わっている。世界最大の大型車両メーカーであったが、ソビエト崩壊に伴い大きな市場を失ったことで、マスの生産量は激減し、民間向けのトラックやバスの製造へと方針を転換している。 それまで培った製造技術をもとに民生品への転用を行い、近代的な ABS や ASR などの技術を取り入れた上、ドイツやアメリカのカミンズ、イギリスのパーキンスエンジンなどを採用した車両製造なども行っている。1991年、マスは主に軍用向けであった重トラック部門を分社化し、ミンスクホイールトラクター工場を設立している。 また同じミンスクの建設車両メーカーであるベラーズや、ロシアの大手トラックメーカーであるカマズとも協力関係にある。独裁体制を敷くアレクサンドル・ルカシェンコ大統領が6戦目となる再選を果たしたことで、ベラルーシでは不正選挙への疑いから抗議活動が広がっており、マスを含む多くの高企業でも反発の声やストライキなどの抗議活動が行われており、マスも 社として公式な抗議メッセージを公式ウェブサイトの一面に掲載している。これに対し政府側はストライキを計画した責任者の検挙を行うなど弾圧を強めており、対立候補であったスベトラーナチハノフスカヤは平和的なデモの呼びかけを行っている。ベラルーシのイベントで展示されたマスマイナス 6440RR ラリー部門であるマススポートとチームを要しており、 競技専用車両となるマスマイナス 5309RR を開発。2010年のシルクウェイラリーから参戦を開始しており、その後ダカールラリーにも参加している。2018年にトルクメニスタンで開催されたトルクメンデザートレースでは優勝を収めている。2020年のダカールラリーでは従来のキャブオーバーから初となるコンベーショナル型、 マスマイナス 6440RR に変更し、3位入賞を収めている。初期車両は、ヤムズやロシアのツタエフ製エンジンが搭載されていたが、第5世代以降、チェコのレース用エンジンの専門メーカーである、バギーレーシング製のエンジンが搭載されている。マスマイナス4471マスマイナス203。ありがとうございます。